しい、まあ、CD オリジナルなんですけど作りまして、実施制作で作りまして、伝えさんの方でね、今全部中保存協会というタイトルで言ってますね。その新しいやつからね、紡ぎ歌という歌があるんで、それをちょっとこういったライブ形式で、あの初公開なんでね、ぜひちょっと聴いてみてください。まあ、内地の方からこう芝居に帰ってきた時の、まあ、ちょっとした風景をね、ちょっと歌にしてみました。街並みがだんだん近づいてくれ、あなたの街が見えてくる、帰ってきた音そっとつぶやく、あなたの心が思い嬉しそう、カモメによく似た白い鳥、あれは明日しだよって教えてくれた、
とつぶやく。シマッチの祈りという CD の中に入っております。